やはり僕が下で寝るよいいよ僕が無理言って止めてもらってるんだここでいいよ君は何を話したいんだいえ僕に聞いてほしいことがあるんだろいろいろあったんだここに来て来る前は先生のところにいたんだ穏やかで何にもない日々だったただそこにいるだけの でもそれでも良かったんだ僕には何もすることがなかったから人間が嫌いなのかい別にどうでもよかったんだと思うただ父さんは嫌いだったどうして薫君にこんなこと話すんだろう <laughs> 僕は君に会うために生まれてきたのかもしれない